ね。なるほどね。全部のいい菌を殺してくるんですよね。基本、うん、毒があるやつってちっちゃいやつが多いわけ。あ、まあまあそうだね。あのサソリとかヘビでもそうだけど、なんか自分を守るためっぽい。そうそうそう、でかいやつは体で勝負できるから、うん、毒という武器は神様与えてないと思うんだよね。なるほど。言ってます。毒とは一言も言ってない。そう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 。だから加えて毒っつってないわけ。で唾液っつってるでしょ。はい、うん。唾液っつうのはやっぱり除菌効果あるから。何相手除菌してんの。私もその大きい動物に毒あるっていうイメージがあんまないので、毒っていうか。じゃあ太蔵先生の意見聞いてしまったね。そうです。なんか先生と生徒みたいな。太蔵先生が担任だったらどう。変態だもん。超熱烈に教えるよ俺。変態よ。危ないよ。嘘でも毒はなんとかとか。コモドドラゴンに噛まれると唾液の中の細菌に感染して死ぬ。この話は自分より大きい動物をも獲物にしてしまうというコモドドラゴン。その強さの秘密とは。手始めにネットで調べると、口の中にとてつもなく多くの細菌が繁殖しており、それが武器になっていると説明された記事が数多く見られた。その細菌の数数十種類。唾液に触れ感染すると死に至るというのだが、本当なのか。口の中を覗き唾液を見てみることに。え、何？何これ？これ餌ですか？これ何？これカメラ？今回の作戦は餌でコモドドラゴンを引きつけ口を開かせて、その隙に中をカメラで撮影するというもの。よし、はい。ドラゴン、ドラゴン。こちらに気づいたようだ。あ、あ、動いた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 。来た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 。うわ、すごいゆっくり近づいてきた。おお。うわ。あ、来た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 。うわ、ねえ、よだれの量がすごい。えぐいよ。カメラがついたら終わりだぞお前。こいつすげー。見事餌でコモドドラゴンの口を開かせることに成功。その時カメラが捉えたものとは。